はい、うさです。こんにちは。今日はちょっと変わったところから収録させていただいております。ちょっとお見苦しい、お聞き苦しいところあったらごめんなさい。はい、ということでですね、今日は、こちら、ドラゴンクエスト消し消し、イベントの方やっております。ドラクエ4、はい、それぞれの旅立ち。ですね、もう、今回は第3ページ、3章になるのかな、やっていきたいと思います。配信になりましたのでね、やっていこうと思っております。はい、こちらの方が新しいやつですね。ずいぶんまたかわいいのか はい、人型じゃないのがいっぱい出てくるみたいでございます。はい、キングレオニー、バルザック、なんでライアンがここで飛び出してくるのかよくわかんないんですけど、はい。で、ここら辺はもう前回の第1章、第2章の方で出たやつたちですね。はい。これに、なんでローレンスが入ってくるのかよくわかんないんだけど、はい。入ってきてまして、で、次。強敵チャレンジが、あれ？強敵チャレンジは、新しいの出ないのかな？はい。前回まではあったんだけどね。で、なんと砕け散る玉もまたなんか復活してるんですよね。不思議なことに、あの、私この間で砕き散る玉溶けたとかいなくなったとか言ってたら、はい、復活しております。見てんのかなこれ、運営さん。そういうわけじゃないだろうな。はい、ということで、キングレオ&トルネコ、なんでこのペアなのかよくわかんないんですけど、はい、これが入ってきておりまして、で、次キングレオめっちゃ強そう。めちゃくちゃ強そうじゃないこれ。いけそうだけど、でもなんちゅうか、こっちのなんか荒くれ呼びっていうトルネコの方がめっちゃ気になるんだけど、あのトルネコ自身が絶対戦わないんだねこれね。いや、トルネコのことだから、使ったらもらえる G がお金が増えるとかそういう感じかなって思ってたら、はい。違うんだな。うん、そういう形で戦うか。はい、ということで来たぞー。また可愛らしい感じのあれじゃね。落書きできたね。はい、武器屋トルネコー来た。まあ、トルネコっつったらね、なんかどうしてもなんか買えるみたいな感じなんだけど、働きに来たんだよな。まあ働く父ちゃんですからね、ございますからね。はい、自分の店を持つため旅に出ようと思いました。やりたいことはあるだろうからなんて、いつまでも俺に使われていても仕方ないし、うわ、なんかいい上司じゃない。めっちゃいい上司。分かった、頑張るんだ。ここで働きたくなったらまたいつでも戻ってきた、来なよって。めちゃくちゃいいやつじゃないですか。こういう上司ってめちゃくちゃ好かれるよね。頼りになるな。はい、ということで行ってみようかな。こういう上司欲しい。もう辞めたらそれっきりとかね、冷たい人とか多い世の中で、ここはしけたところだね。エンドルが一番だ。なんかね、でも地方の方で骨を埋めるってのもまたいいと思うんだけど、銀の女神像を手に入れるために高く売れるでしょうな。払うこと前提だ。いいね、売っちゃおうかなみたいな感じで。すごい、これダメなパターンだ。おじいさん、あー、わしの夢じゃった。お金さえあれば工事を再開できるのじゃが、かわいそうなおじいちゃんもいるな、ここ。そしてロレンス、来たロレンス、かっこいいんだけど、この人もどっかで見たことあるような。ドラクエでもファンタジー系の義勇詩人的なポジションにいるキャラクターって必ず美形なんだよね。うん、美形じゃないのがいてもいいと思うんだけど、はい。まあ、店を持つには何をすればいいんだろう。うん、だったらこの町を出るんだな。この町じゃダメってことか。エンドールにでもドーンと店を買って家族を呼んでよう。エンドール、つまり商業都市みたいな感じなのかね。位置的にはね。栄えてる感じの。まあ、人が多いところにっていうのもあるんだけども。起きた、これがバトケシ。バトケシで今回バルザックっていう、今回のボスキャラは、
手に入れることになるのかなと思うんだけど、私バトゲジ結構ね、これねパチスロ、あのスロットでも目押しできないタイプなんでパチスロの目押しと一緒にするなって感じなんだけど、でもね、あのこのタイミングよく押すっていうのはすごい苦手でいや見えてるんだけど、見えた時に押す指がそこでうまく反応しない、あの脳みそから指に行くまでに、あれ今までレベル1だからね、すぐ終わったわ。はい、あの連動しないうまくちゃんと脳みそと一緒に指とかが連動してくれないタイプなんで、あの恐竜と一緒でちょっとどんくさい恐竜。はい、で、うん、こんな感じで進んでいくんだな。バトル消しはバトル消しのご褒美見てみようか。はい、こういう感じか。あ、いいもの結構もらえるね。この経験値無償ってすごい便利なんだよね。一点集中でね、強くしたいキャラクターとかが手に入ったらもう全振りでこれ突っ込んでいくんだけど、あ、ここにいるね、うん、バルザックのドラ消しはここでゲットですね。まあキングレオの方が確かトルネコと一緒にドラポンの方の景品っていうか商品になってるから、まあそうだよね。うおー、バルザックプラスプラス、ものは言いようだよね。怪異とかじゃなくて、ドラクエでいうところの今日みたいな感じで言わないで、プラスっていうところがなんともな、まあこの言い方も好きだけども、かっこよくてプラスとか EX とか DX とか大好きなんですけど、はい。でここでもらっていけるのが敵討伐でももらえるんだ。あー、なるほどな。あ、でもあれ、レア討伐の方はまたレア討伐でもらえるんだね。ご褒美が違うみたい。こいつは多分プラスだからレアボスだし、高いっていうか強いんだろうな。もう全振りでいかないともしかして倒しきれないんじゃないかな。緊張しちゃうんだけど、これこれね、私まだね、転がり速度が普通でまだなんとか追いつくかなって、うん、あれね一番上にね、このね、止めなきゃいけないのがあるの嫌い。タイミングが間違う。え、早いのに苦手なんだけど、早いのは止まった。むしろ止まった。え、ちょっと待って。これすっごい落ち着いてやんないとダメかもしれない、私。このバト消しに関しては、すごい神経を集中してたな。時間をかけてたな。タイミングを測らないと止められないかもしれない。うわ、倒しきれなかった。こんな風になったら多分あれなんだよね、あのフレンドに倒してもらうっていうあのシステムになるんだよね。確かにこれね、私も何度かあの自分には倒せなかったんだけども、人のお友達のフレンドの倒しきれなかったのが残ってたりすると、それぐらいのほんとちょっぴりだったらなんとか削り切れそうとかいう時はなんとか頑張ってお手伝いさせてもらったりするんだけど、自分のだとね結構難しいんだよね。だってそこまで全部削り切れる自信ないんだもん、強いの。あ、来たー、マーニャとミニャーかわいいかわいい。どっちかっていうと私マーニャ派なんで、マーニャどうしても欲しいけど、マーニャの方がやっぱり強いんだ。そっか、出る気がしねー欲しいけど寝ないんだろうな。またね、描いたら出るっていうからね、描いとこうね、これね。マーニャの絵描かないとな、これね。はい、エンドールの城下町、確かに豊かな国だわ。あ、このお店誰もいないわ。お休みかな、店が休みかじゃと。あー、わしももう年でなって、このおじいさんどっかで見たことあるぞって、あの、なんだろう、ちょっとこういうストーリーに絡んでくる主要なキャラクターと、ただ情報をくれるだけのモボキャラでは、あのおじいさんのグラフィックを変えた方がいいと思います全部一緒だと全部一緒だとおじいちゃんっていうのを全部くくりで一つにしちゃってるからちょっとこれ変えた方がいいと思う
せめてねストーリーに絡んでくる人だったらね、少しなんかこう重要なっていうのもおかしいけどね、えおこの店を買ってくれるのか買うけどなんか元オーナーみたいな感じなんだからさ、ちょっとモブキャラのおじいちゃんと一緒にグラフィックスしちゃうのはちょっとあれが何な気がするんだけど寄せたのでしたって、ストーリーが相変わらずかっ飛んでるね。うん、世界一のお店にするためお宝探しはまだまだまだ行くよ。この人天空の剣を探しに行きますぞ。天空の剣、うん、まだ旅を続けるのいやートルネコさん武器の商人、スティーシーさん文房具の商人さんそうだね、いやでもなこれ本当にね、このバトキシバトキシじゃない、このドラゴンクエスト景色って、とにかくストーリーがすごいこうやってかっ飛びすぎて、うん、いわゆるこのキャラクターのセリフだけでストーリーが進んでいく感じで、でその大体ちょっと大まかなストーリーのわからないところを補佐するのがステイシーさんみたいな感じ、ステイシーさんとこの王子スライムがそこら辺を補佐して誰に説明してんのっていうようなあのストーリーの説明をして喋って進んでいくっていう進み方してるんだけど、あの細かいところは全部はしょって猛スピードで進んでいくから、なんだろう、感情移入がしにくいっていうかね、ちょっとねもうちょいどうにかならんかったか、ムービー入れるとかできんかったかなって思ったりするんだけど、多分まあパズルゲームだからムービーいらんって思われてるんだろうし仕方ないのかもしれないけどね。でも名場面みたいなところとかちょっと主要なところはあってくれてもいいやんって思ったりするんだけどということで、はい、まあトルネコさんは店も持ったし骨も持ったしっていうところでストップか。はい、で今度は来たよ、ミネオさん、かわいいな、いたって、ダメダメ、今日もあんまりいい男はいなかったわって、いい男探しか、マーニャさんらしくていいな、こういうマーニャ姉さん好きなんだね。お父さんの敵のバルザックよ。そうよね大事なことなんだけど、残念だけどあいつもいなかったわ。マーニャさんね、なんかあの考えてるんだけどあんまり考えてるように見せないっていうところがかっこいいと思うんだよな。敵討ちの旅をしているようね。ステイシーさん相変わらずのストーリーの濃さをしている。二人は踊り子さんと占い師さん、ドラクエの10とかの方でもね、あの踊り子と占い師って同時に実装されたのって、まあこの二人の影響があるんだろうなっていうのはあるんだけどね。意外とね、あの私占い師は面白いんだけど、占い師はね、何しろね、デッキ、ドラクエ10で言えばなんですけど、あのカードのデッキを自分で作って、あのカード作って編成するっていう、組み込むっていう作業があるんだけど、それが結構難しいんだよね。多分カードゲームの要素を取り入れて、なんかあわよくばっていう感じで違う切り口でいこうと思ったんだろうけども、ちょっとあれはね、めんどくさくてね、どうかなって思う。だって私もね、初期の方に面白がって、すごい初期はね、やっぱり初めての頃は実装されて、占い師が実装された時は楽しくてすごいやったんだけども、あの大変で飽きちゃったっていうのがどうしてもあった。あ、リンダさん出てきたね。はい、まあ王様にね、呼ばれたのはいいけども、呼ばれると何をされるかわからないっていう噂が立って、リンダさん逃げ出しちゃったっていうところなんだけど、さあどうだろうなこれな、恐ろしい実験。はい、ということで進んでいくんだけど、まあ、相変わらずの猛スピード、ぶっ飛ばし、ストーリーぶっ飛ばしまあこの辺はね、ストーリーの濃さでもあるんだけどね、大事なところなんだけども、ここまでで気になった話って言えば、やっぱりキングレオの王様の話ね。まあそこな。キングレオのお城に行ってみる？
なんかこのキャラクターの喋りってポーズはそのまんまで表情だけで話進んでいくからね。いらっしゃいませ。はい、ということでモンバーバラの姉妹、この2人のガチャガチャをすごい私はもう待ってた待ってた。ここに全振りするためにコインのポイントとかね、あとお金とか貯め込んだの、このために、この2人のために。なので楽しみだったのでここで全ぶっ込みいきたいと思います。ということで、おぉ、虹色全然全然ね、虹色がないということはこれダメってことだけど、せめてでもミネオンが金色だからミネアンが出てくれればいいと思ってんだけど、ダメだこれ、なんか半時計のミネア出るし、これの丸だから、はい、足がたくさんあるミネアだし、はい、これ物質的なよく切れるミネアだし、あ、これ時々お世話になってる黄色いミネアだし、あー、ダメだ、またさらにジェリーになってるミネアさんが出て、これノーマルだから違うから、はい、でも色っぽいね、色濃いミネアさんが出て、私幻覚が見えてきたな、はい、うわー、筋肉ムキムキの強そうなミネアさんが出て、で次これ何よ、イノシシな感じのミニアさんが出て、これラストなんだよな。どうだ、うわ、夢も希望もないわこれ、あ、ダメダメだ、やめてくれ、あ、ダメ、もう不発。次、もう一回行こう。次はじゃあまあキングレオ、これのねコインがまだ残っているのでこれを充電回そう。まあ、キングレオとまではいかなくてもいい、トルネコさんが出てくれればそれでいいって思うんだけども、うわ、全然かすりもしない、なんかここ肩やりがあるんだよな、なんで今回虹がまるで出ないし、イベントなしのまるで顔ぶれ出てこないの、なんでだろう。はい、ここはためるな、あー違う、赤返っちゃってるね、トルネコさん違う、シュッとしたトルネコ、シュッとした、はいちょっと鍛え上げたトルネコさんでしょ。でこれは溜めるな、うわー、ひげまでは一緒、そして商人ってところも一緒、近いけど違う、私の欲しい商人はこんなんじゃない、あんなルな感じのトルネコさん、しましまなところはなんか似てた気がするけど、縦縞横縞違うし、いやこれもう一匹同じこと言わすのつもりで出たのかこれ、おいそれは違うだろ、おいお前じゃないんだ、おい羽が生えてるし、おいもう人ですらない、おい、あーもうなんで、どうして私のガチャガチャの運ってどこ行ったの、人型だけどもちょっと素材違うだろうお前もうやだ、出ない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 、色違い、すごいねこの出なさ加減、え、どうしたのこれ、私の今日のガチャガチャ運はどうしてしまったんだろう。でも金は貯めたからね金とあとねポイント、このコインに変えられる、これはポイントは貯めたのでもうちょい回せる。はい、2周目姉妹ガチャ、姉妹ガチャっていうとなんかいやらしいね、はいそういうこと言ってたらいやらしげなお姉さん出ちゃうしね、違うんだよな、これもちょっと違う、可愛いんだけど違う、あ、もう金もで、ほとんど出なければレインボーのなんか夢がなんか出るんじゃないかっていう希望とかそういったものも全部打ち砕かれて、うん、ダメやん、ノーマルしかないじゃん、見渡す限りノーマルの玉しかないんだけど虹色がないよ、虹色、私のガチャガチャには入ってないのかな虹色どうしてどうして
もうあかんやんこれ。あ、かわいい、これはかわいい。でもなんだろうこの手なさ加減は。もう諦めた。はい、だってうん金色ないんだもん。ダメだ、もう一回行こう。ちょっともう一回行こう。諦めがつかない。これだって私全然ミニアさえも出ないもん。マーニャも、私のご希望のマーニャは虹色なはずなんだけど、虹色さんも出てきやしないし。虹の玉お願いします。え、輝きがなかった。もうダメだ。全部の丸っておかしくない？あのこのねトラポンのこの抽選って、あのパチンコとかの演出みたいに直前で、ほんとギリギリの直前で格上げ格変で、あの上がるっていう、昇格するノーマルの玉がいきなりピカって光って、またその上の金だったり虹色に変わるっていうような、直前変更はないからって。金の玉1個しかないよ。あとラキーマだし。ダメだ。私40するし、これもうダメか。40してこれ。あかん、もう戻る戻る戻る。はい、ストーリー戻る。でもうお金もねえし、ポイントも全部使っちゃったから、もう次はもう一回ため直さないと回せないので、はい、しょうがない、ストーリーに戻るしかない。すごすご。尻尾巻いて逃げる。キャインキャイン。はい、新しい王様のお話になってる。もうなんか頭に入ってこないな、ストーリーが、あまりのショックに。こんなに回してこんなに出ないって、私ミニアさんとマーニャにすっごい嫌われてんのかな。おかしいな、こんなはずじゃないんだけど。はい、ねえバルダこさっちゃったよ。そりゃね、帰り遊ばされて。何者だ、ここはバルザック王のお部屋なるぞ。あなたもいい人なの。王様またこの絵なの。ちょっと待って、王様これいい人だったりする場合もあるのに、このグラフィックのままなの。そんな大事なお話の時の王様さえもモブキャラのグラフィックそのまま使っちゃうの。これもういろんなところにいっぱい出てくるから、なんかいろんな人の記憶が、ねえ、なんか王様いい人だったりしたし、なんならあのアリーナ姫のお父さんである王様もこのグラフィックだった気もするし、でなんかいろんな情報がごちゃごちゃになってて頭の中で整理できない。いい人なのか悪い人なのか、この王様が王様なのかさえもだんだん分かんなくなってきた。これね、なんかストーリーに絡んでくるのだけはちょっと変えようよ。せめてもうちょいグラフィックにしてあげようよ。と思うのだが、いかがだろう諸君。まあとりあえずバルザック、バルザックな、うん、まあ人であったみたいなんだけども、要はあれだよね、マーニャとミニアのお父さんが錬金術して、でその時にまだご健在の時にその弟子として入ってきたのがバルザックって人だったんだよね。でそのバルザックがそのマーニャとミニアのお父さんのことを殺して、まあどこかに行方くらまして、で見つけたらバルザックこんな感じで王様になってるんだけど、もうなんかすでに人の形をしていない、こんな感じになっておりました、こんな感じに出来上がってしまいましたっていうところまでが今のお話なんだけども、でそのバルザックと今戦うっていう、まあ、戦いのシーンがパズルゲームなのでパズル戦になってるんだけども、今回ね、このバルザックの属性の色とか、何がどういう攻撃方法が効くとか、そんなのは全然前情報なく、はい、挑んでしまったわけなんだけど、うん、なかなか効かないね。効いてねえな。あかんな。あんまり
攻撃が効いていないのだが、これで、あ、全然効かねえな。また育ってないからか。この、バニラスライム。あ、魔法は効くね、ベロニカの。で、あとはこのヒットポイントをちゃんと気にかけていれば何とか倒せそうな気がする。長期戦になりそうだけど、結構だと思うんだけども。ということはこれ魔法とかブレスが効くタイプのやつなのかな。最近のね、ドラケシはこのボス戦に入るところのあの情報をくれる画面で、色は何色だから弱点は何色でとか、この攻撃が効くよとか教えてくれてて便利なんだけどって、あ、やっつけたわ、よかった。なんかごめんね、この落書きになるとバズ作がすごい、いきなりクマさんみたいな感じになっちゃうね。ぬいぐるみになりそうなデザインでな、ちょっと憎めないんだけど。この落書きがね、とにかくね、けしけしね、可愛らしすぎてね、どれもこれも憎めなくなっちゃうんだよな。それがちょっとネックな気がする。はい、可愛いけど、もう倒したよ、消したよ、もったいないね、落書きね。はい、キングレオ、キングレオ出てきた、キングレオ出てきたけど、キングレオ、確かあの、トルネコとのドラポンで、すでにさっきもガチャガチャで引いた時に出てきたんだけど、顔っていうかグラフィック出てるのにここでは出してもらえないんだ。いや、もう隠さなくてもいいのに。そしてなんかもういきなりなんかいつの間にかマーニャとミニアンがキングレオと戦って、はい、破れて牢獄に囚われて、牢獄に入れられるってのもすごいね。ここでとどめを刺さない敵って私優しいと思うんだけど。先代の王が生きてた。先代の王も殺さずに牢にぶち込んどくっていうのがね、あ、まあそっか、キングレオが息子さんだから、息子さんは自分のお父さんはさすがに殺せなかったのかな。まあそう考えるとまだなんか救いがあるような、ないような、ないような。はい、僕たちもっと強くなれなくちゃ。はい、っていう感じが、これで終わりかな、このショーも。うん、ここで終わりだね。ミッション見てみようか。ミッションは あと一つだ。4の隠しステージをクリア。そっか、ここまで終わりか。はい、ということでね、今回のウサピオノスは、ドラゴンクエストけしけしのイベント、ドラクエ4から、それぞれの旅立ち、後半戦になりました。3ページ目のトルネコの、ページとマーニャーミネオのページの方ショーを、やってみたんでしたが、いかがでしょうか。はい、まあまた次回、次のけしけし、そしてドラクエ10とかいろんなゲームの配信いたしますので、ぜひお楽しみいただけると、お付き合いいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。それではまた。